イメージキャラクター、モリリー、平成26年2月28日、ハリマビシュ、美食の縁ハリマ一号一へにて、ハリマ種文化ツーリズムとは、平成24年5月29日に、ハリマ地域の七市八町が対等協力の立場で、団結し発足し、同年8月30日には、北ハリマ五市一町が加わり、また2014年4月22日の総会で、 明石市の加盟が承認され、旧来のハリマ国をほぼ網羅する13市球場で構成される、ハリマ広域連携協議会が、ハリマは日本酒のふるさとを地域ブランドとして、ハリマの魅力を世界に発信するため、ハリマ地域4酒造組合と連携して、日帰りバスツアーや滞在型ツアーの実施等に取り組む活動である。ハリマは日本酒のを地域ブランドとして、 観光振興そして地域ブランド産品である日本酒の振興を進めるため昨年9月ハリマ広域連携協議会がハリマの4酒造組合とともにハリマ酒文化ツーリズムをスタートし国内外に向けたハリマの情報発信に取り組みハリマ地域の振興を図るハリマ地域の地域資源である酒蔵や山田錦の田園、食や 文化財などの地域資源をめぐるツーリズムを地元バス旅行会社、ハリマ州文化ツーリズム協議会と連携して期的に開催している。平成24年9月15日に第1回目のハリマの酒蔵等をめぐるツアーを実施、以降ほぼ毎月1回継続して実施している。平成25年3月に採択された観光庁の支援事業である、官民共同した魅力ある、 観光地の再建、強化事業を活用し、株式会社 JTB 西日本や新規バスと連携し、滞在型ツアーの造成に取り組むなど、官民連携して、京阪神や大都市圏からの誘客を図っている。Facebook やホームページを通じて、国内外に向けて、日本酒に関するハリマの情報発信に取り組み、ハリマ地域の振興を図っている。ハリマ種文化ツーリズムには、 ハリマ地域の22の蔵元が参加している。ハリマは日本酒のふるさとを地域ブランドとして広く全国に PR するためにハリマを盛り上げたい。ハリマの日本酒で楽しい酒、森の意味を込めてイメージキャラクター、森入りいが誕生。趣味は酒蔵巡り、特技は聞き酒でハリマの酒はすべて聞き当てることができる。戦国武将の法利智信がモデルで 兜には、はりの文字、手には杯、腰には、日本酒のふるさとと書いたとっくりをぶら下げ、おじさんだけどかわいい、おじかわいい、キャラクターとして、はり地域の PR に頑張っている。山地進む。はり広域連携協議会赤しアあり13支球町に、神戸新聞。2014年4月23日閲覧。広域連携で酒蔵巡り。 ツアーを推進一般財団法人地域活性化センター地域づくり通貫287号 P22 から23姫路市議会平成24年第4回定例会第2日12月6日ナンバー 27E1 毎義尾副市長答弁官民共同した魅力ある観光地の再建強化事業観光庁2014年4月23日閲覧 ハリマの酒文化を訪ねて JTB 西日本がモニターツアー開く日刊トラベルニュース2014年3月30日閲覧酒 PR にモリリー誕生標語姫路市など新キャラ朝日新聞2014年3月30日閲覧おじかわいいでも主語晩秋地域のイメージキャラモリ,リーは黒田官兵衛の家臣がモデル MSN3K ウエスト2014年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月30日閲覧ありがとうございます